あ、ほら、ちょっとついてるついてる。皆さんこんにちは。ひなちゃんとひなちゃんです。チャンネル登録よろしくね。今日はハロウィンおみだくじをします。はい、今日はハロウィン系のお菓子が入ったあみだくじをしていくよ。ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン。それじゃあ出していきます。お菓子はこの中に隠れています。はい、大丈夫。はい、それじゃあどこを選ぶか決めてください。どこにする？つむちゃんどの絵がいい？おばけちゃん、かぼちゃ。じゃあゆのちゃんがこっちのおばけで、つむちゃんがかぼちゃ。じゃあママこれね。はいはい。目隠しをする前に絵の色を塗っていきます。マカロニ。はい、こんな感じで色が塗れました。はい、それじゃあみだくじをなぞっていくよ。誰からいきますか？はい、じゃあゆめちゃんから。そうだね、今ねちょっと取る前にじゃんけんしてゆのちゃんが勝っちゃったので、ゆのちゃんからなぞっていきます。はい、はい、いい？一緒に歌ってね、つむちゃんも。せーの、あみだくじ。はい、ひなちゃん真ん中。真ん中。いきます。はい、次つむちゃん。せーの、あみだくじ。あみだくじ。右です。お、最後ママをなぞっていきます。はいはい。あみだくじ。はい、ママは左です。よし、あみだくじ完成しました。それじゃあ開けていきますよ。はいはい。いいですか？せーので、じゃじゃーん。ちっちゃい食パンマン。お、じゃあママバイキンマンだね。お、ゆのちゃんがドキンちゃん、つむちゃんが食パンマン、ママはバイキンマンです。どうした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 ？生まれた。つむちゃんごめんね。はい、えらいえらい。じゃあ箱を開けましょう。せーので、じゃじゃーん。お、はい、出ました。また袋入ってる。ほら、ハロウィン仕様の袋に入れてるよ。さあ、何が入ってるかな？おー、あ、ちょっとママの開けないでよ。はい、じゃあそれぞれ何が当たったか見せてください。グミとグッチョ4個です。はい、イノちゃんは、こんなね、ハロウィンの猫ちゃんかな。めっちゃ美味しそうだ。グミのお菓子とグッチョだよ。つむちゃんは、ミニーとミッキーのチョコ。はい、チョコと、あとね、ゆのちゃんと同じプッチョです。ママが出たのは長い裂けるグミのミニオンのレモン味です。はい、ミニオンパッケージの長い裂けるグミと、ゆのちゃんが、はい、プッチョ4個。プロもこれいる。食べたいな。レモン味だよ。でも酸っぱそうじゃない？じゃない。よし、食べましょう。はい、じゃあ食べましょう。せーので、いただきます。はい、どうぞ。食べてみて。美味しいのかな？美味しい。美味しい？やったね。このなんかちょっと飲んだかぼちゃのとこ。なんだろうそれ。砂糖かな。硬い。取れないの？チョコ。あ、食べた。どう？なんかポリポリ言ってるね。お、砂糖か。さあ、つむちゃんのは？おお。あ、かわいい。ミッキーの袋に入ってる。トムちゃんも食べたよ。美味しい？食べていいですか？ママが当たったんだけど、しょうがない。みんなに分けてあげよう。ちょっとにも。出るかな？あ、なんかミシミシ言ってる。全部出ました。はーい。なんと、このグミ後ろが。すごいすごい。かわいいね。つっちゃん食べない？え、食べないの？そうだからね。スパかな。ちょっと食べてみて。ひのちゃん食べてみて。
長いよ、ね、長いからね。あ、最後切れない。あ、切れた。お、えのちゃん食べました。どう？ちょっと酸っぱい。ちょっと酸っぱい、おいしい。うん、ちょっと酸っぱいよ。ちょっと酸っぱい。はい、あと残るはね、このみんなが入っていたプッチョなんだけど、このプッチョなんと食べたらベロの色が変わるそうです。あ、あれじゃん、青ベーガム。そう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 、あんな感じになるかわからないけど、じゃあ開けてみます。色がやばいよ本当に。これ中はどんな感じ？うん、あ、赤。わあ、え、色が赤い。すごい色してるわ。あ、食べた食べた。オレンジ。つむちゃんのオレンジこんな色です。次マスカットを開けてみます。じゃん、ほら、すっごい緑。めっちゃ可愛いよ。じゃあこれママ食べるね。いただきます。カル、あ、ちょっと赤くなってる、えのちゃん、ほら、すごいすごい。あ、次これ食べてみます。お、クレープですね。紫だね。さあ、ゆのちゃんのベロを見せてもらいますよ。せー、あ、食べてまだ1分もさせないと思うよ。あ、ほら、ちょっとテーゼルついてる。ゆのちゃんのに、せーの、え、ほら、つむちゃん、せーの、つむちゃんもオレンジのベロになりました。はい、今日はハロウィンのおやつあみだくじをしました。はい、2人ともすごいベロの色のままバイバイしますよ。はい。プッチョの色がやばいと思ったらグッドボタンよろしくね。それじゃあみんなまたね。バイバーイ。バイバーイ。ひなちゃん、つむちゃん、また見てね。